ご覧の皆様、こんばんは。婚活教習所ひでみの婚活ズバッと、本日もよろしくお願いします。あなたが知りたい私と彼との相性はどうなのというところを、四柱推命を使ってお話ししてみたいと思います。実は先日私、四柱推命の鑑定ができるようになりました。イエーイ。でですね、今日お話しするのは、四柱推命で、太古の中国で生まれた過去現在未来を予見する運命学の一つで、陰陽五行説、ここちょっと見てもらうと逆ですけど、木火土金水、この五行とこの五行の陰陽プラスとマイナスを使った、説をもとに、人が生まれながらにして持っている性格や能力、素質を理解できる、鑑定となります。で、東洋占星術の中では占いの帝王と呼ばれているこの四柱推命の鑑定となっております。四柱推命では命式というこちらの日中ピンクの丸のところの日中の無意識のあなたの本質でわかる、なんとなく苦手な人とか、なんか知らないけどこの人とは馬が合う、いわゆる無意識の好き嫌いっていうのがわかるかもしれない。今日は総称論と総国論について少しお話ししたいと思います。まず五行、木火土金、これは金属ですね。水、これまあ 字を見て読むお分かりの通り、皆様どなたも木の性質、火の性質、土の性質、金属の性質、水の性質をそれぞれ持って生まれてきています。で、プラスマイナスが陰と陽、陽と陰という形になりますね。で、私で言うと私は木の土といって、木のマイナスの性質なんです。自分の本質が、はい、木の土です。はい、とというのは弟という字を書きます。で、お兄さんの方は木の絵と言います。はい、木のプラス陽の性格ですね。はい、で、じゃあここに相性と書いて、これ相性と読みます。はい、相性がいいというのはどういう意味なのか、そしてこの下相克と読みます。はい、こちらはどういう意味なのかというのをちょっとだけ説明しますね。はい、まずここぐるーんと円になって、生きるという字、こちらは、生まれる、総称という意味です。はい、なので自然になんとなくご縁があったりとか、なんとなく好きっていうのがここになるんですね。例えば木は燃やすと火が生まれますよね。はい、きっかけはともかく木は火を生むための材料になります。はい、その火が燃え尽きると灰、土ができますね。土が生まれます。はい、金属は土から掘り出されますよね。はい、はい、じゃあ金から水ってどう生まれるのって言ったら、はい、水蒸気は金属で結露するとお水になりますよね。で、お水が木を育てます、植物を育てます。まあこういう感じで、はい、本質のところに、例えば私木の性質の方、私の大親友が実は水の性質を持ってるんですね。はい、なんか知らないけど彼女のことが好きです。はい、なのでなんだか付き合いが長く続いています。はい、生み出してもらってるし、水も木のこと好き、嫌いじゃないんですね。自分が生み出しているので嫌いじゃないんですね。
好きなんですね。はい、次みんなが知りたい、なんか嫌かもしれない、嫌かも嫌いかもしれない、この双刻の相性をちょっとお知らせします。でもこれ無意識なので、別にすごい嫌いな人がここに当たるとは限りません。別に双刻の相性であっても付き合い方次第で全然仲良くもなれますし、実はですね、私キノトというキノトの人は、この濃くしてくる金属のなんだっけカノトさんを呼びやすいんですね。なんででしょうか、わからないんですけれども、自分に厳しくしたいのかな、ド M なのかな、よくわからないですが、やけに私の周りにはカノトさんが多いです。でもちっとも嫌いじゃないし、むしろ好きです。うん、そういうわけで、無意識でなんとなく相克なので、決して大嫌いになる相手ではないし、上手にお付き合いできる、知ってたら上手にお付き合いできる、ちょっと嫌なとこあってもそれは仕方がないよねぐらいでお付き合いできる感じとなります。はい、では今出てきました木の性質の人は、実はこの金属の方が苦手です。なぜっていうと、木は刃物で切られちゃいますよね。はい、草を刈るときって鎌とか使いますよね。はい、命を絶たれてしまうんです、私たち。でも刈り取られなかったら役に立てませんよね、火は生まれませんよね。なので刈り取られることも実は重要なことなんです。はい、あとは、自分がライバルとかね、成長する相手でもあるかもしれませんね。はい、切ってもらうことで成長することができます。はい、次土の人さん、これは木が土の養分を吸って土を枯らしてしまいます。はい、土さん、土の性質の方、はい、根っこって土の中バリバリ進んでいきますよね。雑草の根っことかって、なんでこんなとこまで来てるんだとかっていうことありませんかね。あとはランタンの土なんかは、何度も同じ作物を育てると枯れてしまう、土が枯れてしまうっていう性質がありますよね。はい、というわけで、まあね、土の実を削って私たちは 木の性質の人は育ちます。はい、次、じゃあこの土さんはなぜ水を濃くするのかと申し上げますと、水の性質さんをせき止めているのは何でしょう。土じゃありませんか、土手とか。はい、水の勢いを殺すのは土ですね。はい、川なんかとか、整備、治水と言いますね。はい、川なんかを整備するのは土手などを作って、水の勢いを整備して、人が使いやすいようにするのが土の役割になるので、水の勢いを止めるのは土さんになってしまいます。なので土が水の勢いを殺すという意味になりますね。はい、次、水さんが濃くするの、ここがね結構厳しい相性です。お互い消し合ってしまいますね。火を沈下するのは水です。はい、火の存在自体が消えてしまうので、ここの関係結構厳しいです。うん、喧嘩になっちゃったりとかね。うん、はい、あくまで一部ですのでね。はい、必ずしも全部がこの通りになるわけではありません。はい、では次です。このヒーさんは何を濃くするのか、金属さんですね。はい、鉄って火で溶けますよね。溶鉱炉とかってグツグツ煮えてる金属は火があるから変質しますよね。はい、なので火は金を濃くします。そんなわけで、この五行相生相克という関係があります。はい、そんな感じで、例えばね、自分で
彼の誕生日と自分の誕生日から名刺を今出せるサイトなんかがありますので、それを出してみた。で、日中を自分なりに見てみた。あれ？私と彼の相性って合わないのかしらって、まあそこで決めつけてしまうのは実はちょっと危険で、必ずしもそうばっかりではありません。先ほども言いましたように、私と夫の相性というのは実は必ずしも良いものではないのですけれども、見方があります。で、生かし方次第ではとっても仲良くなれるし、上手にお付き合いもできますので、これは鑑定のごく一部とご理解していただけると幸いです。詳しい相性の鑑定などは私の四柱推命鑑定などでできますので、ぜひブログをチェックしてご覧いただけると嬉しいです。11月はあと残り3名様受けたまわっております。婚活教習所ひでみの婚活ズバッと、本日はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。